かわいい。すごい、目の前でアップライトなってるみたいな。すごい生っぽくなりました、だいぶ今までより。いいですね、レイヤーも。すごい、このパッドとピアノレイヤープリセットしただけですごい。ロータリーのスピードここでいじられるのはすごい、いじれるって楽ちんですね。これいいな。この機能はいいですね。ディレイ。すごい、好みの音を作りやすいですね、これはね。その場でいろいろできるのは。だいたい使うエフェクトは全部表にあるし、今までよりすごい上のキラッとしたところとかもピアノが聞こえるようになって、こう弾いててテンションが上がるような音色で、ピアノをすごい弾きやすくなりました。CP が、すごい音色が今までと抜群に変わったなっていうのを感じて、あとピアノとエレピの音色を使うことが多いんですけど、エレピのこのすごい本物にグッと寄ってるというか、あとアップライトピアノも、わ、本当に目の前にある状態で弾いてる感じがそのままあったので、だいぶ変わりましたね。全部目で見て、ちゃんと確認ができるので、ボタンの方がなんか操作はしやすくなったって、今、このちょっとの時間でも思いますね。なんか今までの CP でできなかったものが全部できるようになってるのですっごい嬉しいです。